真昼の月、輝き、垂れ込める霧、王都を満たす時、我らを王国の反逆者たらしめた因縁の城の頂に、陽炎のごとき、もう一つの月現れ、七つの大罪は、再び集結する。寄ってらっしゃい、見てらっしゃい、待ちに待った、新豚の帽子邸の落成式だぜ。俺たちには、やらなきゃなんねえことがあるだろ。お前は七つの大罪団長、ドラゴンシンのメリオダスだ。俺は、昔の自分に戻るのが怖いよ。でも…ダメ！あなたばかり傷つくのは。リアンヌ、ここは3000年前のブリタニアなのかもしれない。あの裏切り者、ね、メリオダスを引き渡す。魔人どもを根絶する時です。面白い。聖戦の終結がやってきました。彼は私の全ての。エリザベス、行け。私が止めます。七つの大罪、神々の逆鱗、テレビ東京系 BS テレ東にて放送スタート。500年ぶりか、外界に出るのは。やはり外の世界はいいものだな。